さあ今日はリモートで久々に、がっちり企画をやっていきたいと思います。ではいきます。本日の企画、絆シリーズチオー、イエーイ。前回の絆シリーズがちょっと間空きましたが、マイリオ、ソラオとやりました。最後のヤング、今回はチーのことをどれだけ知ってるかというのを、テストしていきたいと思います。お願いします。でチーには、今回はあらかじめ、僕がこう出題する問題をあらかじめ、チーに送ってます。なのである程度も答えを考えてくれてると思います。はい、では頑張って3人で当てましょう。季節シリーズです。チーの思う夏といえば、はいはい、もうこれ1個しかないです。はい、ない1個しかないです。どこまで書くかやな。まあ、はい、自信あります。自信あります。すごいカメラマンドヤ顔でした。さあそら先生いけますか。大丈夫、はい。では第1問、チーの思う夏といえば、せーの、全一緒や。おー、英語付き、そら。ではチー答えお願いします。正解は海です。イエーイ、全員正解。イエーイ、これはいけますね。年がら年中海におんで。お気をつけない。大正解。では第2問いきたいと思います。はい、この辺から急激に難しくなる気がします。では第2問、チーの一番好きな食べ物は何ですか。知らんわ。チーは料理名でお願いします。ヒント、多分2人の好きな食べ物の時に言ってると思う。あ、わかった。聞いてないわ。ちょっと人の話聞いてなさすぎてわからん。はい、では3人答え出しましょう。チーの一番好きな食べ物、せーの。あ、僕お肉、お肉ですね。焼肉です。たこ焼き、サムギョプサル。ではチー正解お願いします。正解は焼肉です。やった。カメラマン、いやでもどれも好きやわ。さあどんどん行きましょう。では第3問、はい、今コロナ関係なく旅行に行けるなら、チーどこに行きたいですか。これちょっと悩んだよな。国内か海外かだけヒントもらえませんか。じゃあ海外で。はい、もう想像です。では第3問、チーが行きたい旅行先、出しましょう。せーの、オーストラリア。あ、ハワイね。僕もハワイ書いてたんですけど、ヨーロッパね。さあ答えあるんでしょうか。ではチー正解お願いします。正解はスイスです。スイス、まあ、でもヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパやんな、スイスって。うん、まあ、ソラさんスイスの位置がわからないし。ああ、こまごましてるところね。そうこれ私正解ですか。 0.5 点やろ。 0.5 点で。 0.5 点で、はい、はい。第4問、パトンメンバーでバーベキューをする場合、チーが担当するのは何でしょう。バーベキューしたことあるやん。 YouTube 始める前にね。うん。はい、ではバーベキューでのチーの担当、答え出しましょう。せーの、食材買い出し、キッズと遊ぶ、食べる。さあ、はい、答えあるんでしょうか。正解お願いします。正解は食べるです。マジか。しゃー。食べてるもん。いや、ソラも人の回答を見ていいとこついたかなと思ってたんやけど今の、うんうん、やんな。マリちゃん読者お見事です。イエーイ、すごい。さあマイリが今のところ 2.5 ポイントで一歩リードです。いやもうすごい。一歩一歩ね。では第5問です。今チーが一番やりたい YouTube の企画は何でしょう。ヒントは YouTube でヒントすか。みんなで
多分会話でやろうってやりたいなって最近もなった気がする。では今チーが一番やりたい YouTube 企画3人答え出しましょう。せーの、旅行 Vlog 旅行編集のなんかではチー答えお願いします。はい、正解はキャンプです。アウトアウト、みんなブブー残念。まあ旅行もあったけど、確かに言ってたな、キャンプしたいって。キャンプ、え、最近も行かんかった。なんか本じゃなんか綺麗なとこあるみたいな言ってた。企画会議の時言ってた。意外と難しいなあち、うん、なあ、うん、では折り返し地点第6問です。はい、パトンメンバー13人いますが、チーがもしパトンメンバーの中の誰かと2人で企画をやる場合、誰を選ぶでしょうか。これも悩んだ。むずい。これむずいね。選んだところで何をするかまで悩んだ。これもしかして意外なとこなんかな。ではチーが2人で、撮影するならパトンメンバー誰を選ぶか答え出しましょう。せーの、やっぱマイリーか。いやもうマイリーはベタかなと思って、うん、相手の社長なんですけど。じゃあチー答えお願いします。正解はハルくんです。ありえへん、自分で自分書いてんの。マイリーちゃんは多いから一緒にやることが取ってるんよな。いや、これ予想外すぎる。これ自分の名前書く勇気。めっちゃごめん、めっちゃごめん。もう隠れたい。まあ、はずい。さすがに、さすがに僕もカメラマンとは書けないです。では7問目。チー、もし今目の前に100万円があれば何をしたいですか。これはでもすぐに決まった。なんか買うとかじゃなさそう。誰か共感してくれる。逆にどんなイメージか気になるな、みんなの答えが。どんなやつには緊張するやん。わかる、なんかそうしそうみたいな。ではチーが今100万円やったらしたいこと答え出しましょう。せーの、半分募金半分貯金、一人暮らし。僕なんかその募金エステみたいな、美容系かな。何エステみたいな美容系。ちょっと聞かせて。気になってしゃあない。こう自分に投資する的な。血液動向とか。血液動向。面白い。はい、では正解お願いします。はい、正解は旅行です。うわ、悩んだんやけど旅行する。やっぱりそっちか、うん、では8問目です。まあ女性、まあ、チームね、女性社会人なので、朝いろいろバタバタして忙しい時あると思います。まあ、ありえない話ですが、どうしても忙しくて化粧を一つしかできなかった場合、何をしますか。はい、僕もでもみんなに思い出してほしい。思い出してほしい。あかんね、聞いた、ヒントあげたら。マリちゃんピンときた。覚えてねえな。何の話。化粧動画覚えてねえな。はい、では化粧一つだけするなら答え出しましょう。せーの、眉毛。眉毛ほら来た。みんな眉毛。では正解お願いします。正解は眉毛です。大正解。イエーイ。皆さん9点の動画思い出してください。あ、そうですよ。眉毛ばっか買ってました。さあ8問目全員正解しました。この勢いでいきたいと思います。では9問目、チーが初デートで行きたい場所はどこでしょう。ヒントはありきたりな気もする、はい、候補として上がると思う。チーちゃんってロマンチックなんかな。でも誰もが候補に上がると思う。ではチーが初デートで行きたい場所を答え出しましょう。せーの、夜景夕日。お、夜景。
やっぱ夜景か。では答えお願いします。正解は夕日です。そうした正解。海か悩んで夕日が出てきた、ね、ちょっとロマンチックなを入れて海か夜景で悩んだ。さあ最終問題はいつも通り100万ポイントです。この絆シリーズのもう大定番のラストの問題いきます。最初問題、チーが無人島に一つだけ持っていくものは何でしょう。これでも空も前にも人間やったんですよ。チーは違う気がするんですよね。ちなみにこれチーは悩みました？いや悩まんかった。悩まなかった。では最終問題、チーが無人島に一つだけ持っていくものを3人出しましょう。答えせーの、妹妹お母さん。では正解お願いします。正解は妹です。全員シスコン説。さあ以上10問終わりまして、最終結果ソナが2ポイント、僕が100万トンで3ポイント、マイリが100万トンで 4.5 ポイントというわけで、初代チー王はマイリです。イエーイ。ただちょっと1個だけ言わせていただいていいですか。マイリ王ソラ王ってやってきて大体7割ぐらい正解してるんですよ。今回全員半分以下ですよ。反省した。反省するわ。自分の話を率先しない。というわけで、見事マイリーおめでとうございます。ありがとうございます。というわけで久しぶりの絆シリーズでした。ありがとうございました。